第三章、現象的負債。生きとし生けるものはすべて神と聖者と父と人に負債を負って生まれる。ある者が生贄を捧げるのはその誕生にあって神に負債を負っているからである。ある者が聖典を朗唱するのは聖者に負債を負っているからである。ある者が己の子供を望むのは生まれ出たことについてその父に負債を負っているからである。ある者が歓待を与えるとしたらその者が人に負債を負っているからである。シャタパダ・ブラフマナ。負債を清算するがのごとく、悪夢のたたりを追い払ってしまえ。リグベーダ。今日なぜ経済学の教科書が架空の村から始まるかというと、その理由は、実在する村について語ることができなかったことにある。アダム・スミスが語った物々交換の地など、実際には存在していないことを認めざるを得なくなった経済学者もいる。では何故その神話が普及のものとされているか問われねばならない。主流派経済学者たちは国富論のそれ以外の論点は放棄してきた。スミスの労働価値説や株式会社の否定といったところである。なぜ物々交換の神話を巧妙にでっち上げられた啓蒙主義的偶話として退け、その代わり現象的な信用協定あるいは何かより歴史的証拠に合致するものを理解しようとしないのか。物々交換の神話は経済学の言説全体の中核をなすため、なきするものにはいかないというのが答えであろう。国富論執筆時にスミスが何をしようとしていたか思い起こそう。同志は何よりもまず経済学という生まれたばかりの学問を一つの科学として定立する試みであった。科学としての経済学がそれ自身の固有の領域、私たちが今日経済と呼ぶものを持つことになったというだけにとどまらない。経済のあるものが存在するという発想そのものがスミスの時代には新しいものだったにしても、スミスが示したかったのは、経済のあるものが同時代にニュートンが発見していた物質世界を支配する法則と同種の法則に従って動いているということだった。ニュートンは神を宇宙の時計製造人として表彰した。その時計製造人は世界という物理的機構を人間の究極的利益に奉仕すべき作用するものとして創造し、創造した後はその自動運動に委ねた。スミスが試みたのはこの意味でのニュートン議論だった。神またはスミスの言う、天の摂理、ディマイン・プロビデンスは巧みに物事を組み立てるので、足かせのない自由市場さえ与えられれば、私たちの自己利益の追求は利己的であるにもかかわらず、神の見えざる手によって導かれ一般的福利を促進する。スミスの有名な見えざる手とは、道徳感情論で述べられた通り、天の摂理の代理人である。それは文字通り神の手だったのである。ひとたび経済学が学問分野として確立されるや、神学的議論はもはや必要でも重要でもないとみなされた。足かせのない自由市場なるものが本当にアダム・スミスの述べたような結果を生み出すのか、という議論は継続されているが、市場についてそれが自然に存在するものなのかとは誰も問わない。そこから派生する基本的な諸前提も常識とみなされるようになった。常識として根付いたので、すでに言及した通り、価値ある物品が取引されているのを見ると、お互いにこの交換に物質的利益があると踏んだと、運も言わさず思い込んでしまうのである。そこから派生する一つの結果が、そのため経済学者たちは貨幣の存在ないし不在にまつわる問いを、重要でないとみなすようになったことである。というのも貨幣とは交換を促進させるべく選ばれた一つの商品であり、自分以外の商品を測定するために使用されるに過ぎないからである。貨幣にそれ以外のどのような特別な性質があり得ようか。近代経済思想に未だ影響力を誇る新古典派の指導的学者の一人であるサミュエルソンは、1958年においてもなお、彼言うところの貨幣という社会的な仕掛け、The Social Contrivance of Money に軽蔑を表明している。サミュエルソンの主張によれば、最も先進的な工業社会においてさえ、交換をその裸の本体にまで分解し、雲のような役をしている貨幣の膜を取り去ってしまうなら、我々は個人間の取引や国と国との間の通商が大体において物々交換に行き着くことを発見するのだ。こうして経済学者たちは財と歳物が生産され交換される実体経済の性質をぼかす、貨幣ベール、ベールオブマネーについて語ることになった。これを常識としての経済学の最後の神格化と呼ぼう。貨幣自体に意義はなし。経済、実体経済とは膨大な物々交換なり。
だが問題は歴史が示しているように貨幣が存在しないなら、そのような大規模な物々交換のシステムもないということだ。中世ヨーロッパで起こったとされる経済の物々交換への回帰にあってさえも、人々は実際に貨幣の使用を放棄していなかった。放棄されたのは現金の使用に過ぎない。中世には硬貨自体は流通をやめていたにもかかわらず、誰もが古代ローマの通貨を用いて道具や家畜の価格を評定し続けていた。人が自分たちのことを経済学者たちが進めるやり方で想像することを可能にしたのは貨幣である。すなわち、主要な成り合いが実物の交換であるような個人及び国家の集合として想像することを可能にした。それとともに貨幣の存在それだけではこのような世界観を植え付けることができなかったこともはっきりしている。貨幣だけで十分だったなら経済学という学問は古代シュメールあるいはアダム・スミスが国論を発表した1776年よりはるか以前に生まれていたはずである。ここで欠けている要素はアダム・スミスが価値を切り下げようと試みたもの、政府の政策の役割である。スミスの時代のイングランドでは肉屋や金物や服飾小物問屋などの世界である市場をそれ自身で完全に独立した人間活動の領域として見ることができるようになっていた。その理由はイギリス政府が市場の育成に積極的に関与したからである。このことは法律や警察を必要としたが、スミスのような自由主義者たちが提唱し、実現させた具体的な通貨政策も必要とした。それには通貨価値を銀に連結し安定させると同時に、貨幣供給、とりわけ流通する小銭量の大幅な増加が必要だった。このために、大量の鈴や銅だけでなく、当時の唯一の紙幣供給源であった銀行の慎重な統制も必要となった。国富論に一世紀先立ってフランスとスウェーデンで二度ほど国家支援による中央銀行創設の試みがあったが失敗に終わっている。どちらの場合も中央銀行を足ろうとした組織が主として投機に基づいて紙幣を発行したものの、投資家たちのそれに対する信用が失われるや否や崩壊した。スミスは紙幣の使用を支持したが、先達ジョン・ロックと同様、イングランド銀行とスコットランド銀行の相対的な成功は、紙幣を貴金属に連結させておく政策のおかげであると考えていた。この見解が主流派経済学のものとなったわけだが、そのため貨幣を信用、クレジットとみなすもう一つの処理論、オルタナティブ、ミッチェル・イネスの主張したような、は、終焉的な地位に追いやられてしまった。その擁護者は変わり者とみなされ、悪質な銀行と投機バブルを導く思想として切り捨てられた。これらの代替的オルタナティブ理論が実際にどのようなものだったか考察してみるのは有益だろう。貨幣の国家理論と貨幣の信用理論。ミッチェル・イネスは、貨幣信用理論として知られることになる系譜の主張者であった。19世紀を通じ、その立場は出身地であるイギリスではなく、当時の新進強豪国であった2つの大国、アメリカ合衆国とドイツで最も熱心な賛同者を得た。信用論者たちは、貨幣は商品ではなく計算手段である。言い換えると貨幣は物ではないと主張した。1時間や1立方センチメートルに触れることができないように、1ドルや1ドルマルクに触れることはできない。通貨単位とは抽象的な尺度に過ぎない。そして信用論者たちが正しく認めていたように、歴史的に言えば、そのような抽象的な計算システムは、交換のための何らかの代用貨幣、トークンの使用に、はるかに先にて出現していた。そこで次の問いは当然以下になる。貨幣が尺度に過ぎないなら何を測定するのか。答えは単純だ。負債である。一枚の硬貨とは実質的に借用証書、IOU なのである。世間一般の通念では銀行券とは一定の金額の金であれ銀であれ、実質貨幣による支払いの約束であるべきである。それに対して信用論者にとっては銀行券とは金1オンスと等価値である何者かを支払う約束に過ぎない。貨幣とは常にそれだけのものなのだと主張する。この意味で1ドル銀貨、銅とニッケルの合金で金に似せてデザインされた、スーザン・B・アンソニー1ドル硬貨、ジョージ・ワシントンの肖像が印刷されている緑色の紙切れ、どこかの銀行のコンピューター上のデジタルプリップ、これらの間に根本的な違いは存在しない。一辺の金が借用証書に過ぎないという考えは、すでに概念としては理解しにくいものである。だがこのようなことが真実であるのは間違いない。というのも、金や銀の硬貨が使用されているときであっても、それらが金銀地銀の価格で流通することは絶対ないからである。信用機会はどのように発生していたのか。経済学教授たちの架空の町に戻ってみよう。ジョシアをヘンリーに靴を送ることになっている。だがヘンリーはジョシアの行為を受け取りっぱなしにするより、お返しに等価値のものを送る約束をすることにする。
そこでヘンリーはジョシアに借用証書を渡す。ジョシアはヘンリーは何か有用なものを手に入れるまで待って、それから借用証書をヘンリーに戻す。ここでヘンリーは借用証書を破棄してしまえば話は終わりになる。だがジョシアが自分が別の何かを追って借りている第三者、例えばシーラにその借用証書を渡したとしよう。その借用証書は第三者によって第四者、例えばローラに対する負債の決済に使用されることもできる。となると、ヘンリーはその額面をローラに追う、借りることになる。かくして貨幣が誕生した。なぜならそこに論理的な終点は存在しないからだ。今やシーラが靴を一足いいですから入手したいと考えているなら、シーラはいいですにその借用証書を渡し、ヘンリーは信用できる人間だと彼女に確約するだけでよい。原則は、借用証書にあてがわれた人々がヘンリーを信頼し続けるなら、その借用証書が数年にわたって街で流通し続けない道理はない。実際にそれが十分続くなら、人々は発行人のことを忘れ去ってしまうだろう。起こっていることはこうしたことだ。人類学者キース・ハートが自分の兄について話してくれたことがある。1950年代、その兄はイギリス軍兵士として香港に駐留していた。兵士たちはイギリスにおける銀行口座の小切手に署名して飲み屋の勘定を支払っていた。現地の商人たちはしばしばそれを簡単に裏書きして互いにやり取りし、通貨として流通させていた。ある時彼は6ヶ月前に切った自分の小切手の一つを現地の商人の勘定台で発見した。それは40もの異なった中国語の署名で覆われていた。ミチェル・イネスのような信用論者が主張したのは、彼にヘンリーがジョシアに紙切れでなく金貨を1枚与えたとしても事態は変わらないということだ。1枚の金貨とは1枚の金貨と10日の何かを支払う約束なのである。つまり1枚の金貨はそれ自体で何かの役に立つことはない。人がそれを受け取るのは、ただ誰もがそうするであろうと想定しているからだ。この意味において通貨単位の価値とは、ある対象物の価値の尺度ではなく、人が別の人間に寄せる信頼、トラストの尺度である。信頼というこの尺度は、もちろん全てをより複雑にする。初期の銀行券は中国人の商人たちのように、各受領者が署名を寄せて負債の合法性を保証した点を除いて、ほぼ私が先に述べたようなプロセスを通じて流通していた。しかし一般的に表権主義、チャータリスト、ラテン語のチャール、チャータ、紙、すなわちトークン、表紙を印に由来してそう呼ばれる、の立場の困難は、人々が紙切れを信用し続ける理由を立証することにある。つまるところ、誰か別人が信用証書にヘンリーの名前を偽って署名するという可能性を、どうして除外して考えられるのか。実際、この種の負債、イコールトークン、引き換え券システムは、誰もが知り合いである小さな村ならば、あるいは16世紀イタリアや20世紀中国における商人たちのような、もっと分散した共同体であっても、誰もが互いを追跡する手段がありさえすればうまくいくかもしれない。だがこのようなシステムが成熟した通貨システムを想像することはできないであろうし、できたという証拠もない。中規模な都市を想定した場合でさえ、すべての人々が日々の取引の大部分を、そういった通貨で済ませられるだけの十分な数の借用証書を供給するには、数百万ものトークンを必要とするだろう。それらすべてを保証するためには、ヘンリーは想像を絶する富豪でなくてはならない。しかも、もしヘンリーがかのイングランド王ノルマンディー公、アイルランド卿アンジュー伯であるヘンリー2世だったら、ほとんど問題は消えてなくなるであろう。表現主義の確立にとって真の駆動力は、実はドイツ歴史学家として知られることになる系譜から生まれている。その最も有名な提唱者は、1905年に貨幣国家理論、貨幣国定学説を発表した歴史学者 G.A.F. クナップである。もし貨幣が尺度に過ぎないのなら、皇帝や国王が当然そこに介入していなければならない。皇帝や国王はほとんど常に、報告中で統一された度量衡や尺度のシステムを確立することに心を砕いている。そしてクナップが観察したように、そのようなシステムは確立されるや、長期にわたり安定して存続する傾向がある。ヘンリー2世の治世の間、1154年から1189年、西ヨーロッパに居住するほとんど誰もが、350年ほど以前にシャルルマーニュが確立した通貨システムを利用して、つまりポンド、シリング及びペンスを使用して帳簿をつけていた、勘定をしていた。そうした効果のいくつかは実際に存在したことはなく、シャルルマーニュがポンド銀貨を鋳造したことは一度もない。実際のシャルルマーニュのシリング銀貨やペンス銀貨で流通し続けていたものはなく、流通している効果にしてもその大きさ、重さ、純度、価値はバラバラだったにもかかわらず、人々はそれを使用していた。
表現主義者によればそこには何の問題もない。重要なのは信用と負債、債権と債務を尺度とする一定のシステムが、債権と債務を尺度する一定のシステムが存在し、長期にわたって安定していたと、していたということだ。シャルルマーニュ通貨の事例がことさら目を引くのは、彼の帝国そのものはあっという間に瓦解したのに、彼が創造した通貨制度はかつての領土内で、800年以上にもわたって帳簿をつけ、勘定するために使用されていたことである。これは16世紀に全く明確なことに、創造貨幣、イマジナリーマネーと呼ばれていた。そしてドゥニエやリーブルが計算単位として完全に放棄されたのは、フランス革命の頃になってのことであった。クナップによると流通している実際の物体としての貨幣がこの創造貨幣に対応するかどうかは重要ではない。それが純銀であろうと、白鋳された銀であろうと、革製の代用貨幣であろうと、タラの紐であろうと、どうでもいいのだ。つまり国家がそれによる税金の支払いを受け入れさえすればよい。というのも何であろうと国家に受け入れられているものは、党の受け入れられているというそのことによって通貨となるからである。ヘンリー2世の時代のイングランドにおける最も重要な通貨形態の一つは、刻み目の付けられた割り符棒、タリースティックで、負債を記録するために使用されていた。割り符棒ははっきりと借用証書であった。すなわち取引当事者双方が端ばみの棒に刻みをつけて借金の額を示し、それを半分に割るのである。債権者が保存する半分はストックと呼ばれた。ストックホルダー、株主の語源である。債務者が保存する半分はスタッブと呼ばれた。それがチケットスタッブ、半券の語源となった。租税査定人たちはこれらの棒を使って地方の州長官が抱えている負債の合計を計算した。とはいえ、しばしばヘンリーの王室会計局は納税期限を持たずに割引価格でもっては割り符タリーを売りに出した。かくして割り符タリーはそれを使って取引する意思のある人間に対しては政府の債務の印、トークンとして流通したのである。現代の銀行券は反転した形であるが、それと類似の原理で動いている。先ほどのヘンリーの借用証書にまつわる偶話をここで思い出してみよう。読者はヘンリーの方程式に潜み、奇妙な点に気づいたかもしれない。借用証書が貨幣としての役割を果たすのは、あくまでヘンリーが自らの負債を返済しない限りにおいてである。実にこれこそが最初に成功した近代的中央銀行であるイングランド銀行設立当初の論理だった。1694年にイギリスの銀行家たちからなる協会が、国王に120万ポンドの融資、ローンを行った。その代わりに彼らが受け取ったのは銀行券発行に関する王室お墨付きの独占権だった。このことが実際に何を意味しているかというと、国王が銀行家たちから借りている金銭の一部に相当する借用証書を、党の銀行家たちが王国の居住者、銀行から借りるつもりがあるか、銀行に自分の金銭を預けるつもりのある、に融資する権利を得たということである。つまり新たに生まれた国王の負債を流通させるないし貨幣化する権利である。これは銀行家たちにとって願ってもない取引だった。彼らは国王の最初の貸し付けに対する年利 8% を課すとともに、その同じ貨幣化されたところの金銭を借りる客にも重ねて利子を課すことができたのだ。だがそれがうまくいくのは あくまでも元の融資、ローンが未払いである限りにおいてである。今日に至るまでこの貸し付けは返済されていない。返済日が来ることもありえない。もし返済されてしまったなら、英国の金融システム全体が消滅してしまうだろう。このように考えると、少なくとも初期王国の多くが採用した財政政策の明らかな謎のうちの一つを解決するのに役立つ。そもそもなぜ王国は市民たちに納税を強いたのか。これはあまり問われることのない問いである。一見したところ答えは自明に見えるからだ。政府が税を要求するのは民衆の金銭を手に入れたいからに決まっている。だがもしアダム・スミスが正しければ、そして金と銀が政府から完全に独立した市場の自然な働きを通じて貨幣になったのなら、金山と銀山を支配することだけで済むではないか。そうすれば国王は必要な金銭をすべて手中に収めることができるではないか。実際に古代の国王たちは通常それを行っていた。領地内に金山や銀山があれば王たちはそれらを独占したのである。とすれば金を徴収し、自分の肖像をそこに刻印し、市民たちの宛で流通させた後で、同じ市民たちにそれを税として返すよう要求する目的は何か。これは難問である。だが貨幣と市場が同時に出現したのでないとするのなら、完全に理にかなっている。これが市場を生み出す最も簡単で効果的な方法だからだ。ここで仮説的な一例を挙げてみよう。ある国王は5万人からなる常備軍を維持したい。
古代及び中世の諸条件の下では、それだけの兵力を養うのは大問題であった。このような軍勢は駐屯している間に野営地の10マイル以内で食べられるものなら何でも食い尽くしてしまう。行軍中でなければ必要な食料を貯蔵し入手し運搬するためだけに、ほとんど軍勢と同じ数の人間と動物を雇う必要が出てくる。それに対して兵士たちに効果を配布し、ついで王国内の全ての世帯にその効果の一部を王に返すべきと要求するなら、一夜にして国民経済は兵士への物資供給のための巨大機構に転換することになる。今や全ての世帯が効果を手に入れるためにあれこれと方法を探し出し、兵士の欲しがるものを供給するという全般的な目論みに参加することになる。市場はその副次的効果として発生する。これはいささか漫画じみた事例ではあるといえ、市場の発生したのが古代の軍隊の周囲においてであることは明らかである。カウテリアの実理論、ササン朝の当時の輪、サークル・オブ・ソバーレニティ、中国の演哲論などを一読してみれば、古代の支配者たちのほとんどが実に多くの時間を費やして鉱山と兵士と税と食料との間の関係について考えを巡らせていることがわかる。この種の市場の創出は兵士を養うのに使用便利な上にあらゆる面で有益であるというのが彼らの結論だった。役人は必要物資を直接民衆から徴収する必要も、あるいはそれらを王の辞書や王立の作業場で生産する方法を考案する必要もなくなる。言い換えるなら、国家と市場はいずれにせよ対立するというスミスの遺産に由来する根強い自由主義的想定に関わらず、歴史の記録によれば事実はその正反対であるということだ。国家なき社会は市場を持たない傾向があるのだから。誰しも予想はつくだろうが、貨幣国家理論、貨幣国定学説はアダム・スミスの伝統にのっとった主流の経済学者にとって常に禁句であった。事実、評権主義は経済理論の大衆迎合的ポピュリストな暗部であり、それを好むのはもっぱら変わり者とみなされがちであったのだ。不思議なことに、市場は自らの論理に沿っておのずと発展するというスミスの議論に、理論上は傾倒しているにもかかわらず、しばしば主流経済学者たちは、実際には政府のために活躍することになって、表現主義者たちが描写したような政策、つまりそれまでなかったところに市場を創出するための税制を追求するよう助言しているのである。これはことさら植民地世界に当てはまる。ここでマダガスカルに戻ってみよう。島の征服が完了した1901年、フランスの将軍ガリエニが最初に行った政策の一つが人頭税の課税であることは言及した。これは大変な重税であったばかりでなく、発行されたばかりのマダガスカルフランによってのみ支払い可能だった。言い換えるとガリエニは紙幣を作り、まず紙幣を釣り、それから住民にその金の一部を返せと要求した。そこで特に目を引くのは、この税について説明する彼の言い回しである。すなわち教育課税ないし道徳課税というのがそれである。言い換えるなら、その課税は当時の言葉遣いを用いるなら、先住民に労働の価値を教え込むための企てであったのである。教育課税は収穫期のすぐ後に支払い期限が来るので、早速国中の小さな町に住み着いていた中国人やインド人商人たちに、米の収穫の一部を売ることが、農民による納税の一番簡単な方法だった。しかしながら収穫期は明らかに米の市場価格が再下落する時期である。ところが収穫物を売りすぎてしまうと1年を通じて家族を養う分は残らない。かくして農民は自作の米を売り、同じ年に価格がはるかに上昇した時点で同じ商人から信用をクレジットで買い戻すよう余儀なくされた。その結果農民たちはすぐさま絶望的な債務地獄に陥ったのである。商人たちが氷菓子も兼ねていた。負債を返済する最も簡単な方法は、コーヒーやパイナップルなど換金作物を売ることか、さもなくば都市部やフランス人入植者が島中に設置したプランテーションに子供を差し出し賃金を確保することであった。この計画全体が、小農から安価な労働力を絞り取るシニカルな計画に過ぎないように見えるし、実態としてもそうだった。それだけにとどまるものでもない。植民地政府は農民たちの手元に幾ばっかの金銭を残させて、中国人商店で入手できるささやかな贅沢、傘、口紅クッキーなどに慣れさせねばならないという意図を、少なくとも内部文章では隠していない。農民たちが新しい趣味や習慣、期待を発展させることが重要だったのである。つまり征服者が立ち去った後も継続するであろう消費需要の基盤を整え、マダガスカルを永遠にフランスにつないでおくことが必須だったのだ。大抵の人間は愚か者ではないし、だから大抵のマダガスカル人は征服者たちの目論みを正確に理解していた。
決然と抵抗した人々もいた。フランスの人類学者ジェラール・アルタブは次のような観察をしている。侵略から60年以上経ってからも、島の東海岸の村々の住民たちは、人道税支払いのための金銭を稼ぐため、コーヒー農園への出頭を義務付けられていたが、支払いを終えると現地の商店で売られる商品を務めて無視し、その代わりに残金すべて親族の年長者に譲った。年長者はその金で祖先への供義のための畜牛を購入したという。罠にはまらないよと多くの人々が明けつけに語っている。とはいえ、そのような反乱は大抵どこかで明脈を絶つものである。かつては何もなかった島の諸地域にさえ市場が徐々に形成された。それとともに小売店のネットワークが容赦なくやってくる。私が訪れた1990年頃は革命政府によって人頭税が撤廃されてから1世代は経過していたが、市場の論理は直感的に受容されるようになっていて、見たように霊媒師たちでさえアダム・スミスに由来すると思われる一説を唱えていたのである。このような事例を挙げ出したらキリがない。そこに市場がまたそれまで存在していなかった世界ならどこでも、ヨーロッパの軍隊に征服された後では同じようなことが起きたのである。物々交換を発見はしなかったが、ヨーロッパ人たちは市場のようなものをそこに作るため、主流派経済学が拒絶してまさにその技術を存分に活用したのである。神話を求めて、人類学者たちは、ほとんど1世紀もの間、物々交換の神話について不満を漏らし続けていた。かくもおびただしい反証にもかかわらず、相も変わらぬ物語を語り続けるには訳があるのだと。経済学者たちがわずかな苛立ちをちらつかせながら反論することもたまにある。人類学者たちがもっと良い物語を見つけなかったからだというわけだ。もっともの反論である。それに対してなら人類学者には簡単な返答がある。人類学者たちが単純で説得力あるカフェの起源の物語をなぜ提唱できないかというと、そういったものが存在すると信じる根拠がないからである。貨幣は音楽や数学やソーシングと同じように発明されたものではない。私たちが貨幣と呼ぶものは全くもっともものではない。それは一つの X は6つの Y に相当するというように、物事を割合として数学的に比較する一つの手段なのである。だからそれはおそらく人間の思考と同じくらい古いものとなる。起源であるものにより具体的に求めようとするや否や、私たちは今日貨幣と呼ぶものに修練している数多くの多種多様な習慣や実践を発見してしまうのだ。経済学者や歴史家などが単一の定義に至ることに非常な困難を覚える理由がまさにこれなのである。信用論者たちは長い間説得力のある説話、ナラティブの欠如に悩まされてきた。だからといって1850年から1950年にわたる通貨をめぐる論争における各陣営がすべて、神話という武器を動員するという習慣を免れていたというわけではない。このことは、とりわけアメリカ合衆国に当てはまる。政府が雇用創造のために自由に支出できるよう、ドルの金からの完全な切り離しを推進しようとしたグリーンバック党員たちは、1894年にワシントン行進というアイデアを発明した。アメリカ合衆国史のうちに反響しているアイデアである。1900年に公刊されたライマン・フランク・ボームのオズの魔法使いが、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンの人民党キャンペーンのための偶話であったことは広く認められている。ブライアンは、銀貨自由鋳造の公約を掲げて大統領選挙に2度出馬した。金本位制を金銀副本位制に変え、金と変更して銀貨の自由な鋳造を認可するという公約である。グリーンバック党員たちと同じように、この運動の主要な構成員は債務者であり、とりわけ1890年代の厳しい不況の間に差し押さえの 大波に襲われたオズの主人公ドロシー一家のような中西部の農民たちであった。自民党的な独裁からすれば、東西の悪い魔女たちは通貨供給引き締めを促進し、かつそこから利益を得ている東海岸と西海岸の銀行家たちを、カカシは負債の罠から逃れるための脳みそを持たない農民を、ブリキの木こりは農民と連帯して行動する温かい心、ハートを持たない産業プロレタリアートを、臆病なライオンは介入する勇気を持たない政治家階級をそれぞれ表彰している。黄色のレンガ餅、銀の靴、エメラルドの都、不運な魔女に関しては説明は不要であろう。オズとはもちろん、オンスの一般的な略語である。ボームの物語は新たなる神話創造の試みとしては素晴らしく効果的であった。
だが政治的プロパガンダとしてはそれほどでもない。ブライアンは大統領選に3度失敗し、議員本位制が採用されることはなく、オズの魔法使いがそもそも何を意味していたのか覚えているものすら今やまるである。とりわけ、貨幣国家論者、貨幣国定論者にとたちにとって、この問題、神話の欠如は依然悩ましいものだった。税金を使って政府領に市場を創出したり、税金で兵士やそれ以外の国家要員に支払いをする支配者の物語は、ことさら刺激的というものではない。国民意志の具現者としての貨幣というドイツ的思想は大してうまく伝播しなかった。しかしながら大規模な経済崩壊、メルトタウンのたびに、旧来の自由放任主義的経済学者たちは一撃を食らってきた。ブライアンの運動が生まれたのは1893年の恐慌への反作用からである。1930年代の大恐慌までには政府が貨幣と貴金属との安定した連結を保障している限り、市場は自己調整し得るという発想そのものが徹底的に失墜することになる。およそ1933年から1979年の間に、すべての主要な資本主義国は方向転換し、いずれのバージョンかはともかくケインズ主義を採用した。正統派ケインズ主義の出発点にある想定は、政府が効果的にウバの役割を演じない限り、資本主義市場がうまくいくことはないというものである。最もよく知られているのは、景気の下降期における大規模な赤字呼び水政策である。1980年代には、イギリスのマーガレット・サッチャーと合衆国のレーガンが、これら一切を切って捨てる一大ショーを演じてみせたが、本当にどこまで切り捨てられたかは疑わしい。いずれにせよ、サッチャーとレーガンの活躍したのは、ドルを貴金属から完全に切り離すという1971年のリチャード・ニクソンの決断によって、先行する通貨についての政策がさらなる大打撃を食らった直後だった。ニクソンの決定により国際金本位制が廃止され、以後世界経済を支配することになる変動する通貨システム、変動通貨制、フローティングカレンシーレジームズが導入された。要するに、すべての自国通貨はそれ以降、新古典派経済学者の好む言い方をすれば、公共の信頼のみを基盤とする法定不換紙幣、フィアットマネーと化したのである。さて、メイナード・ケインズは、信用理論、国家理論、国政学説という、彼の好んだ言い方をすれば、もう一つの伝統、オルタナティブなるものに対して、以前以後の等しく高名などの経済学者よりもオープンだった。それに依然としてケインズが20世紀で最も重要な経済思想家であることは間違いない。ケインズがその伝統にどっぷり浸っていた時期もある。1920年代には貨幣の起源を突き止めるとして、メソポタミアのくさび型文字に記された金融記録の研究に数年を費やしたこともある。後年その時代を振り返ってケインズは、バビロンの記憶と呼んでいる。貨幣論の冒頭で展開されている結論は、第一原理ではなく歴史的記録の丹念な検討から出発すれば、どの道誰もが到達するはずの唯一の結論であった。つまり狂った異端分子たちこそが基本的に正しかったということだ。その最初期の起源が何だったにしても、過去4000年の間、貨幣は実質的に国家の創造物だった。ケインズの観察するところでは、諸個人は互いに契約を交わすものである。諸個人は借りを作り支払いを約束する。それゆえ国家は契約に含まれている名称もしくは記述に照合するものの支払いを強制する法の権威として何よりもまず現れる。しかし国家がこれに加えていかなるものがその名称に照合するかを定め、布告し、そしてその布告を時に変更する権利を要求するとき、すなわち辞典を再編集する権利を要求するとき、国家は二役を演じることになる。この権利は全ての近代国家によって要求されているが、少なくとも約4000年の間、そのように要求され続けてきたのである。クナップの表現主義、貨幣とは国家に特有の創造物であるという学説が完全に実現されるのは、貨幣の発展がこの段階に到達した時である。今日では全ての文明社会の貨幣が表現主義的であることは議論の余地がない。ここで言われているのは、国家は必然的に貨幣を創造するということではない。貨幣とは信用であり、私人間の契約上での合意、例えば融資、ローンによって存在することができるのであって、国家は合意を執行し法律条項を指令するに過ぎないということだ。かくしてケインズの次なる劇的な断言が現れる。銀行は貨幣を作る。そしてその権能に内在的限界は存在しない。銀行がどれほど貸し付けようと借り手は特定の銀行に金を返すより他はない。だから銀行システム全体の観点からすると、借り方と貸し方の総計は常に操作されるであろう。これが含意するものは根源的、ラディカルである。だがケインズ自身はそうではなかった。結局のところ、ケインズは同時代の主流派経済学の枠内に回収すべく、
この問題から牙を抜くことに余念がなかった。ケインズは大した神話作者というわけではなかった。オルタナティブな伝統が物々交換の神話に回答を与えてきたとすれば、それはケインズ自身の作業に由来するものではなく、最終的にケインズは貨幣の起源は重要ではないと結論した。ケインズの根源的ラディカルのいくつかの質を限界まで突き詰めるのを恐れなかった現代のネオ・ケインジアンの著作のうちにある。貨幣についての国家イコール信用理論、ステート・クレジット・セオリーズ・オブ・マネーの真の弱い場は常に税という要素だった。初期の国家がなぜ市場を創設するために税を要求したのかと説明することと、いかなる経緯においてと問うことは別の事柄である。だから古来の投資者が単なる悪党ではなく、税が単なる強奪ではないと仮定するなら、私の知る限り最初期の生態に対してさえ、そのようなシニカルな見解を取った信用論者はいないのだが、それはどう正当化されるのかと問う必要が出てくる。今ではその答えなら知っていると誰もが思い込んでいる。税金を払うのはそれでもって政府が保障、サービスを与えてくれるからというわけだ。この保障は治安から始まるが、多くの場合初期国家が実際に提供できた唯一のサービスが軍事的保護だった。もちろん今では政府はあらゆるものを提供している。こうしたことはどれも万人が何らかの形で合意してある種の現象的社会契約に即行すると言われる。ところがいつ誰によってその契約がなされたのは知る者いないし、この問題に限ってそれ以外の問題ならそんなことはないのに、遠い祖先の決定によって拘束されなくてはならないのは何故かを知る者もいない。無論このような事態も市場が政府に先行すると仮定すれば筋が通るが、実際にはそうではない。それを理解するようになり議論全体がたちまち紹介する。国家イコール信用理論を踏まえつつ考案された断言的な解釈、オルタナティブな解釈がある。それは現象的負債論と呼ばれ、フランスで経済学者だけでなく、文化人類学者や歴史家、古典学者を含む研究者チームによって展開されている。最初はメシェル・アグリエット及びアンドレ・オルレアンの、最近ではブルーノ・テレの周囲に集まった研究者たちである。以降、このアプローチは合衆国及びイギリスのネオ・ケンジアンたちに採用されている。この立場が浮上してきたのは近年のことであり、ユーロの性質をめぐる論争がきっかけだった。欧州における共通通貨創設は、ありとあらゆる知的議論。共通通貨は共通の欧州国家の創設を必然的に伴うか、あるいは共通の欧州経済、欧州社会の形成を伴うか、これは同じことなのか、を触発したが、それとともに華々しい政治的議論も触発した。ユーロ圏創設の先頭に立ったのは中央銀行の主要な課題が、未だにインフレ対策であるドイツだった。その上、金融引き締め政策並びに均衡予算の要請が欧州における福祉国家政策を少しずつ繰り崩していく主要な武器として使用されたものだから、ユーロ圏創設は必然的に、1890年代のアメリカで白熱したような、銀行家と年金受給者、債権者と債務者の間の政治闘争の掛け金となったのである。通貨政策と社会政策を分離しようとするどんな試みも究極的には誤りであるというのが、現象的負債論者たちの核となる主張である。彼らによれば、これらは同一のものであった。政府は貨幣創造のために税を使うが、それが可能であるのは、市民全員がお互いに負っている負債の守り手となるからである。負債こそ社会の本質そのものだ。負債は貨幣や市場にはるかに先立って存在し、貨幣と市場自体はそれをバラバラに切り刻む手段に過ぎない。さらに議論は続く。当初この意味における負債は国家ではなく宗教を通じて表現された。この主張を裏付けるために、アグリエッタとオルレアンは初期のサンスクリット語による宗教文学の文献に注目する。ベーダ及びブラウフマナに編纂された聖歌、祈祷、詩、それに続いて数世紀にわたって書かれた聖職者の解説、現在ではヒンドー級の思想の基盤と考えられている文書類である。これは一見したほど見当違いの選択ではない。これらのテキストは負債の本質について載せられている限り、最古の歴史的考察であるから。実際、前1500年から1200年の間に書かれた最初期のベーダの詩でさえ、負債への関心を示してやむことがない。負債はそこでは在籍性、ギルト、及び在業、真の同義語として使われている。祈りの言葉の数多くが、信者を負債の束縛または拘束から解放するよう神に訴えているのだが、特にこれらの言葉が文字通りの負債に言及することもある。例えば、リグベーダには常に恐れてやまず負債を背負い、
金を求めて家なくさまよう賭博士の惨めな境遇についての長い描写が見られる。はっきりと隠喩として表現されている箇所もある。これら聖歌の中で目立っているのは死の神ヤマ、ベーダにおける天界の使者の王である。不正を背負うことは死のもたらす重みを背負うことである。神に対するものであり、人に対するものであり、どのような責務回避も、どのような約束破りも、死の影のもとで生きることである。最初期のテキストにおいてさえ、負債はしばしば広い意味での内なる苦悩を代理しているように思われるが、人は神々、とりわけ、釘の炎を表現するアグニに、負債からの解放を請うのである。修釈者たちの手で全て寄り合わされて一つのより包括的な哲学へと編纂されたのは、ブライフナーマーが初めてである。結論はこうだ。人間の存在自体が一つの負債である。生まれと落ちた人間は負債である。彼自身に死せるものとして生まれ、自己を釘として初めて自らを死から救済するのである。釘、サクリファイス、そしてこれらの初期の注釈者たち自身が自己犠牲的生息者、サクリフィシャルプリーツだったが、は隠して死に支払われる鉱物、トリビュートと呼ばれている。これは言い回しの問題である。誰よりも聖職者たち自身がよく知っていたように、現実には釘は死のみならず神々すべてに向けられていた。死は中間項、インターメディアリーに過ぎないのである。ところがこのような事態を把握してみるや、一つの問題が浮上した。人生をこんな決まり文句で言い表そうとするとき、誰もぶつかる問題である。私たちの性そのものが貸し付けされたもの、オンザローンだとして、一体誰がその負債を返済しようとするのか。負債を背負って生きることは有罪であり不完全になることだ。とはいえ、それを完済するということはただ消滅、死滅を意味するものではないか。かくして釘の供物、貢ぎ物を、いわば利子の支払いとみなすことが可能になった。一時的に動物の命を本当に追って借りているもの、すなわち私たち自身の代理物にするわけである。要するに不確定事態、死の単なる延期なのだ。聖職者である注釈者たちは、このジレンマから逃れるための様々な方法を提起している。取り巻きたちに次のように説法し始めた野心的なバラモンたちがいた。釘の儀式は、適切に行われさえすれば、人間の制約から完全に脱出し、永遠を獲得する一つの道を約束するだろうと。永遠の前ではあらゆる負債はその意味を失うからである。それとは別の負債という観念を拡大解釈するという方法もあった。そうすることであらゆる社会的責任が何らかの負債となる。ブライフマナに2つの有名な下りがあるが、そこでは次のような主張がなされている。私たちは負債として生まれ落ちた。神に対する負債は釘によって返済される。それだけではない。ベーダの最初の教えを作り上げた賢者にも私たちは負債を負っていて、学習によって返済しなくてはならない。私たちの祖先、父たちに対しては子供を作ることによって返済しなくてはならない。最後に人類全体を意味している人間たち、面に対しては、よそ者を歓待することで返済しなくてはならない。こう考えるならば、しかるべき人生を歩んでいる者は誰であれ、常に何らかの実存的負債を返済し続けているということになる。しかしそれによって負債の意味が単なる社会的義務へとずれていくにつれ、己の存在は死から借り受けたものであるとみなすよりも、違和感ははるかに薄められていく。まさに社会的義務とは常にモラハの剣だからである。とりわけ子供の父親ともなれば、人は債務者であると同時に債権者ともなるのだ。現象的負債問者たちの成果は、ベーダが構成する諸文書の中に、符号化された、エンコードされたこうした諸理念が、ガンジス川流域の初期鉄器時代のみで見られた、儀礼担当者の知的伝統に固有のものではなく、人間的思考の温床である歴史にとっての本質であると提起したことにある。例えば、フランスの経済学者、ブルーノ・テレが、1999年に消費者政策解放、ジャーナル・オブ・コンシューマー・ポリシーに発表した、通貨の社会、イコール根源、イコール文化的諸次元、ユーロへの移行が含意するもの、The Socio-Cultural Dimensions of the Currency, Implications for the Transition to the Euro なる退屈な題名の議論から、こうした現象的負債論者の主張を考えてみよう。貨幣の起源には、性のそれ以前と以後にある不可視の世界としての死の表象の関係がある。この表象は人類に固有の象徴機能の産物であり、
感情というものをすべての人間が原負債として、すなわちそこから人類が出現する宇宙の力能に負債として病出するものである。この負債の支払いは完済が不可能であるため、地上では生産されることがなく、釘の形式をとる。その釘は生きるということの付け、クレジットを埋め合わせることで、生を延長し、場合によっては神と一体化して永遠を獲得することを可能にする。しかし、この単調の信仰イコール主張は、主権的思考の諸権力の発生に結びついている。この諸権力の正当性は、現宇宙全体を代表、表彰する力能のうちにある。そして、このした諸権力こそが、負債を生産する手段として貨幣を発明したのである。この貨幣という手段は、死を課すことが生を守る永遠の手段になるという釘の逆説を、抽象化によって解消することを可能にする。このような制度を通して、信仰は主権者の肖像が刻まれた通貨に委ねられる、転移される。そして、貨幣が流通することになるが、その返済は、生という負債への課税、生産、タックス、セトルメントというこの別の制度によって組織されるのである。かくして貨幣は支払い手段としての機能もまた担うようになる。いずれにせよこれはヨーロッパの議論の標準がアングロアメリカ世界の潮流と異なっているかを見事に描写している。アメリカの経済学者がこういったことを書くという事態は想像することができない。ここにはかなり巧妙な相互が見て取れる。人は人間本性に導かれて物々交換に至るなどということはない。人間本性がはっきりと示しているのは、人間は貨幣のような象徴を絶えず形成してやまないということである。このようにして人間は自らを不可思議な力に囲まれて宇宙にあるもの、宇宙への負債を負ったものとみなすようになる。この巧みな展開によって、ここまでの議論は貨幣国家理論、貨幣国定学説へと折り返されることになる。なぜなら、テレが主権的権力という言葉によって実際に意味しているのは国家だからだ。最初の王たちは聖なる王であり、自分自身が神か、宇宙を支配する究極のエネルギーと人間との間の特権的な媒介者のいずれかであった。こう考えてくると、人間の神々への負債とは、実のところ常に人間を党の人間へと形成した社会への負債だったのだ。イギリスの社会学者ジェフリー・インガムはこう書いている。現象的負債とは個々人の存在を保障する社会の連続性と持続性に対して生けるものが負っているものである。この意味では社会への負債を負っているのは犯罪者だけではない。私たち全員がある意味で有罪なのであり犯罪者でさえある、すらあるのだ。例えばインガムは貨幣がそのようにして出現したという証拠は存在しないが、無視できない間接的な語源的証拠があるとして次のように述べている。あらゆる陰謀語において負債、デッドを指す。語は財業神または財政性ギルトの同意語であり、このことは宗教と支払い、貨幣による聖なる領域と世俗の領域の媒介、これらの間のつながりを描き出している。例えば貨幣、ドイツ語のゲルド、賠償または釘、古英語のゲイルド、税、ゴート語のギルド、そしてもちろん財政性ギルトの間には連続性がある。もう一つの興味をそそるつながりを挙げてみよう。なぜ牛は頻繁に貨幣として使用されてきたのか。かなり以前のことになるが、ドイツ人の歴史家ベルナルド・ラウムは次のように指摘した。実際に物品を構成するにあたって、それによって支払われることは何にもかかわらず、ホメロスの作品において、船や甲冑一式の価値を測る際にはいつも王子が使われると。この理由について王子がかつて神への生贄として供されたものであるからという結論は逃れがたい。そのゆえに王子が絶対的価値を代表していたのである。一方でシメール文明から古代ギリシャに至るまで、神殿で供物として捧げられていたのは銀と金であった。どの地域であっても貨幣は神々への捧げ物に最もふさわしい物品から発生しているように見える。もしも自分を想像してくれたということで世界に対して万人が負っている現象的負債の庇護を王が引き継いだだけであるとするならば、それはなぜ政府が私たちに税金を支払わせる権利があるのかと感じるのかについてすっきりした説明となる。税とは端的に自分を形成した社会に対して私たちの負債の尺度に過ぎないというわけである。しかしこのような議論でもこの種の絶対的税の負債がどのようにして貨幣へと換算可能になるのかはっきり説明されていない。貨幣は定義上異なるものの価値を尺度し比較する一つの方法である。これは信用論者と古典経済学者双方にとって問題の枠付け方こそ多少異なっているにせよ同様に大問題であった。貨幣についての物々交換論から始めるならば、
さまざまな商品への欲求の度合いを測定するために、特定の商品が選択されるその理由と仮定やいかに、という問題が解決されねばならない。信用理論から出発すれば、第一章で触れた以下の問題がのしかかることになる。すなわち、モラル上の義務が特定の金額へと転嫁するのはいかにしてか。誰かに対する恩義の感情に過ぎないものがどのようにして負債の返済に充てる羊や魚、金塊の量を正確に数え上げる計算システムに転嫁可能であるのか。あるいはこの焦点の文脈では神に対しての絶対的負債がどのようにして、いとこやバーテンダーに対して負うような極めて具体的な負債に至りつくのか。現象的負債論者が与える回答はここでもまた巧妙なものである。もし税が自分たちを想像した社会に対して絶対的負債を表彰するなら、社会に対して最も具体的な負債を計算し始めるときが、実質貨幣、リアルマネーの創造に向かう第一歩である。つまり、罰金や手数料や違約金を計算し始めるときであり、あるいは何らかの損害を与えてしまった個人、従って財業信や財政規制ギルトの関係にある個人に対して負債を計算し始めるときであると。この議論は実際未確よりも突拍子のないものではない。私たちがこれまでに検討してきた貨幣の起源についての理論全てについて奇妙なことの一つは、それらが人類学的証拠をほとんどで完全に無視していることである。人類学者たちは国家の記者会で経済が実際にどのように動いてきたか、国家と市場によって伝統的な人間の営みが解体され尽くしていない場所で、未だ経済がどのように作動しているかについて膨大な知見を有している。例えば東アフリカや南アフリカにおける貨幣としての牛の使用について、南北アメリカやパプアニューギニアにおける貝殻紙幣、ウォンパムがその最も有名な事例であるについて、ビーズ貨幣、羽貨幣、鉄輪、小安貝、スポンディルス貝殻、真鍮の棒、キツツキの頭皮の貨幣としての使用について、マイケルの糸のもないほどの研究が存在している。こういった文献が経済学者に無視されている理由は単純である。この種の原始通貨、プリミティブカレンシーズが、物の売買に使用されることはなく、使用されたとしても、それが鳥や卵や靴やジャガイモといった日常的な資材の売買であることは決してないからである。それらは事物の入手ではなく、主として人々の間の関係の調整のため、とりわけ結婚の取り決めや殺人や障害から生ずるいさかいの調停のために使用される。私たち自身の貨幣にも同じように始まったと信じるたる根拠はいくらでもある。英語のペイ、シアラームまた、パシフィ、シズメリア、アピーズ、なだめるといった語に由来している。酔った喧嘩の末に誰かの兄弟を殺してしまった。後悔し、このことが果てしない復讐のきっかけになってしまうのを心から避けたいという願いを表明するために、その誰かに何か貴重なものを与えるといった具合に。負債論者は、とりわけ後者の可能性に関心を持っている。人類学の文献を無視しながら、古い法典に目を向ける傾向にその理由の一端はある。ここで彼らにインスピレーションを与えているのは、20世紀の最も偉大な貨幣研究家の一人である、フィリップ・グリアーソンの先駆的業績である。貨幣は最古の使用上の慣行から出現した可能性があると、1970年代に初めて示唆したのが、グリアーソンなのである。グリアーソンはヨーロッパ暗黒時代の専門家で、600年代から700年代にかけてローマ帝国が崩壊した後、多くのゲルマン語族、ゲルマン諸族、ゴート、フリジア、フランクなどによって確立され、ロシアからアイルランドにまで至るところに、たちまち法典のモデルとなった、いわゆる万民法廷、バーバリアン・ロー構図に魅了されるようになった。確かにそれらは魅力的な文書群である。一方でそれらの文書群は、その時代のヨーロッパの物々交換への回帰についての慣習的な説明がいかに間違ったものであるかを非常にはっきり示している。ほとんど全てのゲルマン法典が課税評価を行うためにローマ帝国の貨幣を使用していたのである。例えば窃盗の罰金には盗人はくすねた財産を返還するだけでなく、それが彼の手元にあった時間分に相当する未払いの使用料、または金銭が盗まれた場合は利子を支払うべきであるとする請求がほとんどの場合に追加されている。その一方でしばらくするとローマ人による支配を受けたことのない領土、アイルランドやウェールズ、北欧諸国やロシアなどに住む人々の法典もそれを継承した。だがそれらはもっと下に富んでいる。それらの法典は使用される支払い手段の点、及び賠償を必要とする障害及び侮辱などの明確な分類の点の双方において非常に創造的であったようだ。ウェールズの法典における賠償、ウェールズの法律における賠償は主に牛によって、アイルランドでは牛または女奴隷、ボンドメイズ、
クマルによって計算されていたが、どちらの場合でも相当量の貴金属の使用が飛び交っていた。ゲルマンの法典では賠償を主として貴金属によっていた。ロシアの法典では銀及び天からリスまで等級付けられた毛皮であった。それらの細分化は注目に値する。人身障害の場合、腕や手や人差し指や爪の喪失について、脳が見える、あるいは骨が露出する頭部の強打について想定されていただけでなく、各世帯の財産に対する非保障範囲についても、いくつかの細目が明記されていた。サリカ法典第2編は豚の窃盗を扱っており、第3編は牛、4は羊、5はヤギ、6編は犬の窃盗を扱っている。その各々に異なる年齢と性別の動物を細化する洗練された分類が伴う。これは心理学的に言って大いに理にかなっている。すでに述べたように厳密な透過性の体系、健康な若い乳牛は36羽の鶏と透過であると言ったが、贈与交換のあれこれの食形態からいかにして出現することが可能だったのか、想像するのは困難である。ヘンリンがジョシアに豚を与え、お返しに受け取ったものが不適切だと感じるなら、ヘンリンはジョシアをケチと揶揄するかもしれないが、正確にどの程度ケチであるかについて、数学的公式を持ち出すことはありえない。ところが、ジョシアの豚がヘンリーの庭をめちゃくちゃにし、そのことから喧嘩になり、ヘンリーがつま先を失ったら、ヘンリーの一家はジョシアを村の集会に引っ張り出すことになる。人々が狂狂になって法的権利にうるさくなり、本来支払われるべき対価に見合わぬ、はした金しか受け取っていないと感じ、憤怒を表明するになるには、このような分野、まさにこのような文脈においてである。これが厳密な数学的特定性を呼び込むものである。2歳の妊娠中の豚の正確な価値を測る能力といったものである。さらに言えば、賠償金の取り立てこそが常に等価計算を要請してきたに違いない。例えば、罰金は天の生側であるのに、罪人一族が天を所有していないとする。リスの皮をどれほど用意すればその代わりになるのか。銀のソーシングならどれほどだろうか。こういった問題が絶えず発生し、どの種類の貴重品がそれ以外の貴重品と同等なのかについて、荒削りではあっても、一連の規則の制定につながったに違いないのである。このことは例えば、なぜ中世ウェールズの法典が異なる年齢や条件の乳牛の価値だけでなく、税目一つの値段、コストに及ぶところの一般家庭にありそうなあらゆる物品の貨幣価値にまで詳細な分類を明記したのか。こうした品物のほとんどが当時市場で購入可能だったようには見えないという事実にもかかわらず、を説明している。以上のような議論のうちには極めて説得力のある何かが潜んでいる。一つにはこの前提が直感に訴えるところが大きい。つまるところ、私たちは自己存在を全てを他者に負っている。これは真実である。私たちが話し、思考する言語、習慣、意見、好きな食物、明かりをつけたり、トイレを流したりする知識、社会的因子に立ち向かう抵抗の身振りや反乱の流儀、全てを他者から学んだのであり、それらの人々はほとんど遥か昔死んでいる。そうした人々に対して負っている負債を想像するなら、無限というしかない。そこから以下の問いが浮上する。これを負債として考えることに意味あるのか。結局のところ、負債とは定義からして少なくとも返済することを想像できるものである。ところが、自分の両親への借りを清算したいと望むことはとても危機なことなのである。そこにはもはや彼らを親と考えたくないような含みが潜んでいるのだから。そうだとしたら人類全体に対して借りを清算したいなどと私たちは本当に望んでいるのか。そこに果たして意味があるのか。そういった欲望は本当に全人類の思考にとって本質的な特性か。これを別の方法で問うこともできる。現象的負債論者は神話を記述して、そこにあらゆる社会に常に存在してきた人間の条件の深淵なる真実を発見したのか。それがいくつかのインドの古い文書のうちに特に表明されているということか。彼らは自分たちの神話を発明しているのではないか。後者で、彼らは神話を発明しているのだ。ベーダという資料を選択することの持つ意味は大きい。私たちはこれらの文章を創作した人々について何も知らず、それらの人々を形成した社会についての知識も乏しい。ベーダ時代のインドに
有利子貸し付けが存在したのかどうかさえ知らない。そのことは明らかに、区議とは私たちが市に対して負っている市から借りている貸し付けの利払いなりと、実際に聖職者たちが考えていたかどうかに関わっている。その得られる知識の乏しさの結果、資料は真っさらのキャンパスのようなもの、あるいは未知の原稿の象形文字で覆われたキャンパスとして機能することが可能になる。その表面に何でも望むものを投影できるのである。ところがすでにより広い文明について、何らかの知識の蓄えのある別の古代文明に目を向けるなら、支払いとしての区議といった観念が自明のものではないことがわかる。古代の神学者たちの仕事を調べてみると、神学者たちの大多数が区議とは人間が神々と商業的関係を結ぶことのできる一つの方法であるという考えに馴染んでいたこと、しかしそれは明らかに馬鹿げているとも感じていったことがわかるのである。そもそも欲するものすべてを神がすでに手に入れているとするなら、人間は一体何を取引すればいいのだろうか。というわけだ。前章で私たちは王に贈与を行うことがどれだけ困難かを見てきた。相手が一神教の神は言わんでもなく、神々となると問題は私なく拡大していく。今後は交換とは平等を含意しているものである。したがって宇宙の力と取引することなど、最初から不可能であると考えられていたのである。神々への負債は国家へ領有され、それが税制の基礎となったという考えも吟味に頼るものではない。ここで問題なのは、古代世界において自由市民が税を支払うことは普通はなかったということである。一般的に言って、効能を徴収されたのは非政府区民のみだったのである。これは古代メソポタミアにおいてすでにそうだった。独立都市の住民たちに直接税を支払う必要は通常なかった。同様にモーゼス・フィンリーが記している通り、古代ギリシャ人は直接税を先制的とみなし、可能な限り回避した。アテネの市民はいかなる種類の直接税も支払うことはなかった。ところ、それどころか、市は、時には市民には金銭をばらまくことさえあった。ある種の逆課税、リバース・タクセーションである。ラウリオン銀山から得られた利益を直接的に配分することもあれば、陪審員を務めたり、集会、アッセンブリーに出席したことへの気前のいい報酬という間接的な形を取ることもある。ところが、支配下にある諸都市となると、効能を納めでもならなかった。ペルシア帝国内においてすら征服された地方の住民は、大王に効能を納めなければならなかったが、ペルシア人はその必要はなかった。ローマも同様である。市民は長期にわたって税を支払わなかっただけでなく、市民以外に課せられていた効能の手当、ドールという形で、の分配に預かる権利を有していた。これは名高いパンとサーカスのパンに相当するものである。言い換えるなら、この世界には死と税以外に確実なものはないというベンジャミン・フランクリンの言葉を誤っていたということだ。これによって、あるものへの負債は別の優越するものへの負債の変種に過ぎないという主張を維持することは大きな困難に見舞われる。しかしながら、これらの批判によっても貨幣国家理論、貨幣国定学説に対する致命的な打撃となるわけではない。なぜなら税を要求しなかったこれらの国家ですら、手数料や罰金、関税、科料などは徴収したからである。とはいえ、国家とはそもそもある種の宇宙的、現象的負債の守護者として理解されていたと主張するような理論と、貨幣国家理論、貨幣国定学説との整合性をつけるのは極めて困難である。ベイダの創作に、おそらく2000年先だって、有利子の貨幣貸し付けという実践が最初に発明されたにもかかわらず、それに世界で初めて国家が生まれた場所もメソポタミアであったにもかかわらず、現象的負債論者が、シュメールやバビロニアについて語ることがないというのは奇妙なことである。メソポタミアの歴史を見てみると、それほど意外でもないことが分かっている。ここで見出されるのは、様々な点でこうした理論家たちの予想とは正反対の事態だからである。ここで読者にはメソポタミアの都市国家が壮大な神殿によって支配されていたことを想起してもらおう。これらの巨大かつ複合的な産業施設には、羊飼いや船引きから、紡績工や織工、踊り子や聖職者兼行政官に至るまで、しばしば何千もの人々が配置されていた。遅くとも前2700年には野心的な支配者たちはそれらの模倣をはじめ、似たような条件で組織された宮殿複合施設を構築している。神殿の場合には、その中心に神または女神、召使いである聖職者によって、まるで生きている人間のように食事や衣服を与えられ、娯楽も提供される聖像に表彰された、
の部屋が置かれていたが、宮殿の場合、現実に生きている王の神殿をその中心に置いていた点が違っていた。シュメール人の支配者たちはそれに近いところまで行くことはあっても、己を神だと宣言するまでに至ることは滅多になかった。しかしながら宇宙の支配者の権能において進化の性に干渉するとき、公共の負債を犯すよりも、民間の負債を帳消しにするという手段を彼らは取ったのである。いつ、そしてどのように身売りし、価値付けが生まれたのか、正確にはわからない。それは文字に先行するようだからだ。神殿の管理官が対象による交易に融資する方法としてそのアイデアを思いついたというのが可能性としては最も高い。古代メソポタミアの川谷は極めて肥沃であり、莫大な余剰穀物及びその他の食物を生み出し、おびただしい数の家畜を養い、翻ってそれが巨大な羊毛及び皮革産業を支えた。ところがそれ以外には何もなかったため、この交易は重大な意味を持ったのである。石や木、金属、さらには銀さえも貨幣として使用されていたが、どれも輸入しなければならなかった。そのため極めて古くから神殿の管理官たちは地元商人。商人は民間人であることも神殿の管理自身であることもあった。に仏材を前貸しする習慣を発展させ、ついで商人たちはそれを売るために海外に遠征した。神殿にとって利子はそこから発生する利益の分け前を売る方法の一つに過ぎなかった。しかしながら一旦確立されるやその原理はあっという間に普及した。まもなく商業価値付けだけでなく消費価値付けも出現する。これはその後の古典的な意味での調理、氷、譲りである。前2400年頃にはすでに地方の役人や大商人が財政難に陥った農民に対して担保を取って貸し付けローンを行い、返済できなくなるとその財産を取り上げることが広範な慣行であったように見える。取り上げられる財産は多くの場合、穀物、羊、ヤギ、家具から始まり、ついでに畑や家、そして最終的には家族の一員にまで至った。召使いがいたら即刻取られ、子供にその後子供や妻が続き、極端な場合には債務者自身にまで及んだ。そこで負債懲役人、デッドペオンスに貶められることになる。負債懲役人とは、奴隷ではないが奴隷に極めて接近した存在であり、債権者の家庭、時には神殿や宮殿で永久に奉仕を強制された。理論上ではもちろん債務者が借金の返済を終えれば免責されるはずだが、言わずもがな資産がむしり取られれば取られるだけ、それは困難になっていった。その帰結は多大なものがあり、しばしば社会は複雑脅威となった。何らかの理由で不作が来れば、膨大な農民人口が負債懲役人に凋落していっただろうし、家族はバラバラになっただろう。時を置かず負債を負った農民たちが差し押さえを恐れて我が家を捨てて逃亡し、都市文明周辺の砂漠に暮らす反ノマド集団に合流するにつれ、土地は放棄された。全面的な社会崩壊の可能性に直面し、シュメールの地にはバビロンの王たちは繰り返し、経済史家マイケル・ハドソンが、クリーンスレート、石板、スレートを作詞に戻す、債務帳消しと呼ぶところの全面的特赦を布告している。典型的にはこういった法令によって未払いの消費者責務は、消費者債務は無価値、無効であると宣言され、商業貸し付けの債務は影響を受けなかった。土地は元の所有者に戻され、負債懲役人も我が家に帰得することができた。ほどなくして全面的特赦の布告は権力の座に初めてつく王の慣習となり、また多くの王たちがその在位期間中に定期的にその布告を繰り返すように強いられた。シュメール語でそれは自由の宣言と呼ばれた。そして知られる限りの人間の言語の中で自由を意味する最古の語であるシュメール語のアマギの文字通りの意味が母の元に戻ること、アマ、母に子を、義、戻すという意味であるというのは意味深い。というのは解放された負債懲役人についに認められたものこそそれであるからだ。マイケル・アドソンの主張によれば、メソポタミアの王たちは壮大なうぬぼりの故にそうする立場に身を置いたに過ぎない。権力を獲得した王たちは、自分は今文字通り人間社会を再創造していると自負していた。だからそれ以前のあらゆるモラル上の義務も帳消しにできたのである。ところがこのような例は、現象的負債論者の考えから想像し得る限りかけ離れている。おそらくこういった研究全体の最大の問題は最初の過程、すなわち社会なるものに対する無限の負債から始めるという過程である。そこでは神々に向けて人が投影しているのは社会に対するこの負債であるということになる。そして続いて王たちや国民政府によって徴収されるのはこの同じ負債であるというわけだ。
社会という概念が過去も誤解を招きやすいのは、世界は社会という一連のコンパクトなモジュール単位に組織されていて、誰もが自分はその中のどこにいるのか知っていると想定されているからである。歴史的に見れば、これは稀な事例である。私がチンギスハンの支配下に暮らすキリスト教徒のアルメニア人商人だったとしよう。私にとっての社会とは何であろう。私が育った都市か、日々活動する複雑な独自の行動規範を有する国際的な商人社会か、アルメニア語話者か、あるいはキリスト教徒、あるいは正教徒かもしれないか、はたまた地中海から朝鮮半島まで広がるモンゴル帝国の住民か、歴史的に見て人々の生活にとって王国や帝国が最も重きをなす参照点だったことはほとんどない。王国は盛衰する。強くもなるし弱くもなる。政府が人々の生活に存在感を示すことがあっても散発的になるのである。そして歴史上の大部分の人間にとって自分がどの政府に属しているか明白だったことはなかった。ごく最近に至るまで世界の多くの住民は自分がどの国の市民なのか、あるいはそれがなぜ重大な問題なのか、確信を持ったことなどなかったのである。ポーランドとしてユダヤ人として生まれた私の母が、昔彼女の子供時代の冗談を教えてくれた。ロシアとポーランドの国境に沿って小さな町がありました。その町はどちらの国の町なのか、誰にもはっきりしていなかったのです。ある日、正式な協定が調印され、国境線を引くために測量士たちが到着しました。測量士たちが道具を設置した近くの丘に、何人かの村人たちが出向いてきました。我々はどっちの国にいるのかね、ロシアかポーランドか。私たちの計算によると、あなたたちの村は37メートルポーランド領に入っています。すると村人たちは喜んで踊り始めます。どうしたんですか、測量士は尋ねました。一体何が変わるというんですか。わからないのですか、村人たちは答えました。もうあんなひどいロシアの冬に我慢しなくていいんですよ。私たちは自分の存在を可能にするすべての人々に対して無限の負債を持って生まれてきた。しかるに社会と呼ばれる自然な単位は存在しない。とはいえもしそうだとすれば、私たちは本当のところ誰に対して何を負っているのか。万人万物。それとも人や物によって程度に強弱があるのか。それに核も拡散している何者かにどうやって負債を支払うのだろう。あるいはより端的に言って一体誰がどんな根拠を持って返済方法を支持する権威を発動できるのか。このように問いを提起してみたとき、ブラフマナの作者たちは空前絶後の洗練を極めたモラルについての小説を与えてきてくれている。先述したように、これらのテキストがどのような条件で作成されたのかはっきりしない。これまでに知られた証拠資料は、重要な文書が1500年から1400年の間のどこか、ソクラテスの生きた時代に作成されたことを示している。その頃、インドでは商業経済や硬貨、利子付き貸し出しといった制度が日々の生活に根付き始めていた。その時代のインドの知識階級もギリシャや中国の知識階級と同じように、それらの事象を含む意味と格闘していた。インドの場合、それは次のような問いに集約される。私たちの責任を負債として想像することは何を意味するか。自分の実在を私たちは誰に負っているのか。彼らによる答えに、古代インドにも王や政府が確実に存在していたにもかかわらず、社会にも国家にも言及が見られないのは意義深い。その代わり負債は神に、賢者に、父に、人間たち、面に、個別的に定められている。彼らの定式をより現代的な言語に翻訳することはさほど難しくなさそうだ。そこで次のようにまとめてみた。結局私たちが自己の存在を何よりもまず追っているのは、宇宙の力、現代的に言い換えると自然に対して、私たちの存在の基盤に対してである。それに対する負債は儀式によって返済される。儀式は小さき我らを凌駕する存在全ての敬意と承認の行為である。私たちにとって最も価値ある知識と文化的成果を成し得た人々に対して、人間の存在は、それらの知識と文化的成果によって、枠組み、フォームと意味、そしてまた、形態、シェイプを向け取る。ここには私たちの知的伝統を創造した哲学者や科学者だけでなく、ウィリアム・シェイクスピアから中東のどこかでイースト菌入りのパンを発明したが忘れ去られたままの女性まで含まれる。それらの人々に対する負債は、私たち自身が学習し、人間の知識と文化に貢献することで支払われる。私たちの良心、及びその良心、つまり祖先に対して自分自身が祖先となることで検査される。人類全体に対して、異邦人に対する寛容によって、人間的諸関係、つまり性を可能なものにする、社会性、ソーシャルチェーンに関わる基本的なコミュニズム的土台を維持することによって検査する。このように整理してみると、議論が前提そのものを蝕み始める。
これらは商業的負債とは何の関係もない。つまり子供を作れば両親への返済にはなるかもしれないが、無関係の誰かに現金を貸すことで債権者に返済したとみなされることは普通ない。私自身疑問に思う。本当にこれが的を得た答えなのか。ブライフマナーの作者たちが本当に示そうとしていたのは、究極的には、宇宙に対する人間の関係は根本からして商取引とは遠く、そうなる可能性もないということであろう。商取引は平等と分離の双方を含むからである。昨日挙げた事例はどれも分離の克服に関わっている。自分自身が祖先となることによって祖先への負債から解放される、自由になる。自分自身が賢者になることによって賢者への負債から解放される。人道的に振る舞うことによって人類の負債から解放される。宇宙となると言わずもがなである。すでに万物を有しているがゆえに、神やめとの取引が不可能であるとすれば、宇宙との取引も間違いなく不可能だ。宇宙は全てであり、すべてには必然的にあなた自身に包摂されるのだから。実のところこのリストは以下のような含みを巧みなやり方で表現していると解釈することさえできる。負債から自己を解放するフリーディングワンセルフ、ただ一つの方法は文字通りに負債を返済することではなく、負債など存在しないことを示すことである。負債が存在しないのは、人は実際には分離などしていないので、負債を帳消しにして分離し自立した存在に到達するという考えそのものが花から馬鹿げたものであるからである。あるいは人類または宇宙から分離した存在として己を見立て、こうして一対一の取引を可能であるとする想定自体が、死によってのみ返答の与えられる犯罪なのである。私たちの在籍性ギルトは、宇宙に対する負債を返済できないことによるものではない。私たちの在籍性とは存在するすべて、またはこれまで存在してきたすべてと、いかなる意味であれ同等のものと考えるほど思い上がっているため、そもそもそのような負債を構想できてしまうことにあるのだ。あるいはこの等式の持つもう一つの側面に目を向けてみよう。仮に私たち自身が宇宙あるいは人類の絶対的負債の立場にあると想像することができたとしても、次の問いが現れる。一体誰が宇宙または人類を代弁してこの負債がいかに返済されるべきか、その方法を告げる権利を持っているのか。宇宙全体から独立しているから宇宙との交渉ができるという主張よりも不合理なものがあるとしたら、それは悲願The other side を代弁しているという主張である。今日の個人主義的な社会にふさわしいエイトスを求めるとするならば、次のように言えるだろうか。人は皆人類、社会、自然または宇宙、いかに鬼でもお好みのように対して無限の負債を負っているが、自分は外の別の誰かが支払い方法を指示できるわけではないと。これは少なくとも私的には筋が通っている。もしそうだとすれば、確立された権威のシステムのほとんどすべて、宗教、道徳、政治、経済、刑事司法体制を、それぞれ異なる欺瞞の方法と見なすことができる。それらは計算不可能なものを計算できると嘘吹き、制約なき負債のうちのあれこれの部分を、かくかくしかじかのように返済せよと指令する権限を殺傷するに過ぎない。だとすれば、人間の自由とは返済方法をどうしたいかを自分自身で決定する私たちの能力ということになる。私の知る限り、これまでにこのような発想をした者はいない。実存的、存在的負債についての理論は、その代わりに権威の構造を正当化する、あるいは権威の座を主張する手段に常に出してきた。ヒンドゥー級の知的伝統の例がこれに該当する。人類への負債は初期の若干の文章に現れただけですぐさま忘却された。後のヒンドゥー教の注釈たちのほとんどがそれを無視し、その代わり人が父に対して負う負債を強調することになる。現象的負債論者にはそれ以外にも重要な課題があった。彼らが本当に興味を持っていたのは宇宙ではなく社会だったのである。ここで再び社会という言葉に回帰しよう。これが単純な概念に見えるのは、大抵の場合、国、ネーションの同義語として使用されているからである。要するに、アメリカ人が社会への負債を返すと言っていることが語られるとき、スウェーデンやガモン住民の世間の責任が念頭に置かれているわけではない。入念な国境管理と社会政策が伴った近代国家において初めて、すなわち単一の境界に囲まれた統一体として社会を創造することが可能になった。だからこれ以外の言葉が見つからないとはいえ、この社会という概念をベーダの時代のや中世に投影することは、欺瞞なしにはありえないのだ。現象的負債乱者が行っているのはまさにこれ、概念の過去への投影であると思われる。実際に現象的負債乱者の語る複雑な思考のすべて、社会になるものが存在し、それに対し人は負債を負い、政府はそれを代弁し、世俗的神のようなものとして創造されるといったは、フランス革命の頃かその直後に一切に出現したものである。
それは近代的国民国家の理念に並行して生まれたのである。19世紀初頭のオーギュスト・コントの著作のうちに、これらの思考が全て出揃っているのがはっきり見て取れる。哲学者で政治パンフレット作家であったコントは、現代では社会学という用語を初めて世に出したことで知られている。晩年になって彼はついに社会の宗教を提唱するにまで至ったが、社会の宗教とは彼言うところの実証主義であり、中世カトリックに広く範を取るものであった。すべてのボタンが背中にある。そのため他人の助けがないと着用できない制服で溢れていた中世カトリックである。実証主義的義務教理教育と名付けられた最後の著作の中で、コントは社会的負債を初めて明確に掲げた理論を主張した。ある時、ある人間が想像上の実証主義の司祭に人権概念についてどう考えるか尋ねてみる。司祭はその観念を笑い飛ばし、全く馬鹿げている。個人主義から生まれた誤謬であると応じる。実証主義が理解するのは義務だけなのだ。結局、私たちが先祖と子孫と同時代人に対してあらゆる種類の義務の重荷を背負って生まれる。これらの義務は私たちの誕生から誰かに何らかの報酬をすることができるようになるまでに、すでにひたすら増大しているか、あるいは蓄積されている。となると一体どんな人間的基盤に権利という観念を位置づけることが可能なのか。負債という言葉を使用しないもののコントの意図するところは明らかである。人はその支払いについて少なくとも考えることのできる年齢に達する以前に、すでに無限の負債を蓄積している。それまでにその負債を誰に負っているのか見積もる方法がない。だから人間が自分自身をその負債から解放する、救済する、リネーム、手段は、人類全体への奉仕の中には、人類全体への奉仕の他にはないというわけだ。生前にはコントは基準とみなされていた。というのも実際そうだったからである。だがその発想に影響力があった。社会への無限の義務という彼の思想は最終的に社会的負債という観念に結晶化し、社会改良化や後にはヨーロッパ及びそれ以外の多くの地域で社会主義的政治家によって取り入れられた。我々はみんな社会への債務者として生まれる。フランスではこの社会的負債という思想は、すぐさまある種のキャッチフレーズやスローガン、常に、そしてついには上等くくり者となった。この見解によると国家とは私たちを形成するところの社会に誰もが負っている実存的負債の管理者に過ぎない。そのことは少なくとも、たとえ完全に意識されてはいないにせよ、自分の存在の全てが他者の存在と完全に依存し合っているという事実に具体化されている。また現在ある形での社会学という学術分野の創設者、エミール・デルクムの思想の形成に寄与したのが、これらのコントの影響下にあった人々の形成する知識人、政治家サークルであった。デルケームによれば、あらゆる宗教のあらゆる神々は常にすでに社会の投影である。だから社会の宗教など改めて必要でさえないと、こう議論することで、ある意味でコントの考えたコント自身よりうまく提示してみせたのである。デルケームにとって宗教とはすべて私たちの相互依存。決してその相対について自覚されることのない無数のやり方で私たちに影響している依存を認識する方法に過ぎない。神と社会とは究極的に同一なものだ。これまで数百年にわたって相互依存によって誰もが負債の守護者、個人の個人たらしめている無形の社会的相対の正当な代理人は、必然的に国家でなくてはならないと想定された。これが問題である。ほとんど全ての社会主義体制、社会主義的傾向を持つ体制も、この想定に何らかの形で訴えることに行き着いた。悪名高い一例を挙げると、ソビエト連邦はそれによって市民の他国への移住禁止を正当化した。ソビエト連邦こそ人民を創造し、人民を養育し、教育し、今ある人民に作り上げたのだと。とすれば、我々の投資の果実を取り上げ、別の国に移送させようとする権利を一体誰が持っているのか。まるで連中は我々に何も負ってないかのようではないか。このようなレトリックは社会主義体制に固有のものではない。ナショナリストの訴えるのも全く同じ議論である。とりわけ戦争となるとそれは顕著なものとなる。そしてあらゆる近代的政府は、程度の差こそあれナショナリストなのである。現象的負債という思想のうちに、究極のナショナリズム神話を見ていることさえできる。私たちは、かつて私たちを創造した神々に私たちの生を負っていた。動物を生贄にするという形でその利子を支払い、究極的には自らの生によって返済を完了した。今日私たちは自分たちを形成した国、ネーションに対して自らの生を負っているのであり、税という形でその利子を支払い、敵から国を防衛する際には自らの生命をもって支払っている。これは20世紀の大いなる罠である。一方には市場の論理がある。互いに何も負うことのない個人の出会う場であると好んで想定されているのが主張である。
他方には国家の論理がある。誰もが決して偏在し得ない負債を背負って出発する場所である。そして市場と国家は正反対のものであり、それらの間、中間にこそ人間の唯一の真の可能性があると、私たちは絶え間なく教えられてきた。しかしこれは誤った二分法である。国家は市場を創造する。市場は国家を必要とする。どちらも互いなくしては存続し得ないし、少なくとも今日知られているような形では存続し得ないのである。